山下さんです。ようこそ。<laughs> ドラマがいる時のアプローチパーカッションが攻める時はドラムは守りパーカッションが足し算する時はドラマが引き算するみたいなことでドラマの方に音楽的キャパと引き出し、うん、あと余裕がないとうん、うん、結構難しいのですねまあ差し引きだったりやる内容っていうかね結構密にコミュニケーションを取るというか密にコミュニケーションあの。 なるべくちゃんとコミュニケーション取れるときは、私こう行きたいんですけど、なんかこれってちょっと邪魔ですかとか、なんかどう、どうですかみたいな。うん、ちょっと一回次攻めていいですかってやったりとかは、うん、すごいやるかもしれないです。なんか。だから本当にリズムのボトムに行くときと、それこそ,その上物でもう全くリズム出さず、それこそカラーリングに行きますとか、うん、そういうのをめっちゃ話し合うって感じ。 めっちゃ話し合う。ぶつける。それ素晴らしいことなの。本当に素晴らしいことなの。言い方よ、言い方。言い方か。っていうのをこの間話して、私はすごい内省した。言い方か。それはなんか、高見さんができるから、そういうその。いや、それもおごりおごりおごり。本当におごってたなっていう。 もう本当、怒らないようにしようって、ずっと思ってるんですけど、なんかね、圧があるっぽいんですよ。本当は、もっと柔らかく、柔らかいコミュニケーションがしたい。いや、それ違くないですかっ,って言うと圧あるじゃん。今の、今の普通なの。デフォルトだと圧あるから、すごい。なんとかこう、柔らかくして、言う。まあ、それがすごいね、あの、たけてるんですよ。いやいやいや、なんか、ね。 その最初わかんない状態から始めたみたいなのがやっぱずっとあるから、うん、あなんかちょっとかみ合わないなとか、うん、この人とアンサンブル難しいなってなってもそ,のそれってなんかそのただ単に焦っててそうなってるのか、うん、今はまだ決めてないのかとかってやっぱ聞かないとわからないし。 逆にそうういい解釈もあるんだみたいな,、うん、なんか私はずっと全然真逆だし今回はこう,こうでいきたいけどあなんかもし違う現場であの今のそのドラムの方が言ったアプローチっていつか自分が使えるかもしれないみたいな、うん、じゃあいただきます。いい話い、うん、でも今は私こう思うんですけどなんかちょっと試していいですか <laughs> みたいな、はい、そういう感じかもしれないです。なんかあの 本当にあの怖くて喋れない人もいますよいるけどなるべくそうなんかあのもう本当にああちょっと合わないかもってなっても、うん、どういう解釈でこの曲をやってるのかみたいなのはちょっとサブるかもしれないうまくいってない時に進化が問われるというか、うん、どこに着地させるんだろうかうう、うん、着地の、まあ、させ方とか持ってき方がね。うん はい、言いますよ。もう、あの、今、なんか、その、で、もう、これ、これされたら。パーカッション、どうすればいいか、わかんない時もあるじゃないですか。は言います。もわかんないです、ね。あいいです,すみません。<laughs> 今、あの、すみません。パーカッション的に、の、うん、私、何やったらいいんですかね、みたいな。うん、もう。すみません。全然、わからなかったです。みたいな、の、言うかもしれないです。なんか、それで、すごい。え、あ、そういう。やり方もあるか、みたいな。ちょっと